今年9月には御嶽山の噴火から10年を迎えます。地元の小学生たちが親しみながら適切に怖がることを学びました。2014年9月、御嶽山が噴火し、死者58人、行方不明者5人など甚大な被害が出ました。お願いします。木曽町の御嶽小学校では、総合的な学習の一環で火山防災について学んでいます。はい、行きますよ。よいしょ。来た。噴火しました。噴火しました。今日の講師は町の職員であり、御嶽山火山マイスターの野田智彦さん。噴火のメカニズムについて身近なものを使って教えています。はい、じゃあこれを入れてください。マグマが出る噴火っていうのは、地球の中からギューッとなんか力、強い力で押されてピューって溶岩が出てるわけじゃなくて、溶岩の中に含まれてるガスが、ね、こうやって気体に変わる。ちょっと難しいけどね。いかに興味を持ってもらえるかが防災学習の鍵です。防災のお話っていうのはとかくこう恐怖心から入ってしまいがちだと思うんですけれども、子どもたちはこの10年間その御嶽山とともに、まさに毎日御嶽山を眺めながら大きく成長してきた子たちですので、まずはそこにある面白さというか興味深さっていうのを感じてもらって、そこからいろいろな自分の考えを巡らせてもらえたら。もうちょっと御嶽山とか火山のことを知ってみんなに伝えていきたいと思いました。火山はやっぱり危険だとは思うけど、自然が豊かなので、危険だということはしっかり知っておいて登山をしたいなと思います。御嶽小学校の5、6年生は来月御嶽山への学校登山を予定しています。